皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは全国初の試み、時代を反映していますというテーマでお届けいたします。お寺といえば保守的、伝統的、崇高などのイメージを抱く人が多いかと思います。確かにお寺には特有の慣習やルールがあるようです。ごくごく一般的な人はお寺との付き合いはお盆とお彼岸、そして法要ぐらいのものだと思います。付き合いが少ないためにお寺の文化や慣習に馴染みがないということもあるでしょう。ですがよく考えてみると、一旦お寺に墓を建てるとお寺を変えない限りずっとそのお寺と付き合うことになります。それが数百年に及ぶこともあるでしょう。何代何十代にわたって付き合う家がほとんどです。その証拠にお寺を変えたという話をめったに聞くことはありません。お寺も後継者不足が顕著で、10年以上前のことになりますが、お坊さん専門の出会い系サイトがありました。現在は休止しているようですが、それほどまでにお寺に嫁ぐ女性がいない、またはお嫁さん候補と出会うチャンスがないということなのでしょう。学生時代の友達がお寺の長女で弟が後を継ぐと言っていました。そして弟のお嫁さんは大変だろうなとも。私もここ10年ほどお寺と付き合うようになりました。理由は父が亡くなり、そして母が亡くなり、葬儀や法要は私が行うようになったからです。そうこうしているうちに娘がお寺に嫁ぎました。お寺との付き合いはなお一層深まりそうです。今日の本物の商売を目指すポイントです。さて、お寺では供養を行っています。とても印象的な供養は8月8日のそろばん供養の日です。これは、近所のお寺がやっていました。8月8日をパチパチの日と呼び、そろばんを弾くとパチパチと音がするので、その日に決まったようです。使わなくなったそろばんをお寺に持っていくと供養してくれます。これが全国的なことなのか、私が住んでいた新潟県三条市に限ったことなのかは定かではありません。供養は時代とともに新しいものが登場します。先日こんな記事を読みました。新潟県燕市にある国上寺というお寺。ここがインターネット掲示板やブログ、SNS などを批判的コメントが殺到して炎上した出来事に祈りを捧げ、弔う炎上供養を行ったというのです。炎上した内容を書いた木の板を火にくべて、住職らがネットの安全利用を祈願したそうです。これは全国初の試みです。それにしても面白いことを考えました。そして現代という時代を反映しています。国上寺の狙いとしては、お寺を身近に感じてもらい、寺離れを食い止めることもあります。10月に特設サイトを設けて、炎上事案を募集したところ、個人や企業などから約470件の供養の申し込みがあったそうです。木の板には炎上した具体的な内容の他に、軽い気持ちだったなど、反省の言葉も書き込まれていたそうです。利用規約は、まず一つ目、供養概要。不運にも炎上してしまったあなたの発言や、自らの過ちで炎上してしまったツイートなどをご供養いたします。二つ目が受付時間。炎上供養への受付時間は24時間年中無休です。三つ目が供養にかかる費用。炎上供養は無料でいたしますと。で、最後の4つ目が供養できる資格。炎上供養を利用していただける方は炎上した投稿を行った本人に限りますと。まあ、なかなかこうトリッキーなサービスですが、今の時代ならではの供養だと思いました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。